八王子のカリスマ、今年も超人祭りに参戦。折れない心を持つ男、中澤達也。かつて暴走族のヘッドだった中澤は、八王子では知らない者はいない特別な存在。なんだいきなり。現在は格闘家であるとともに俳優としても活躍。カリスマとしての輝きに磨きがかかっている。そんな中澤が本物の男として認める格闘家がいる。数々の修羅場をくぐってきた中澤でさえも一目を置くめちゃくちゃ強い男。あの人が全盛期の頃、本当に憧れてた選手で、自分が認める喧嘩師の一人です。その男の名は森田明正。かつてキックボクシング界の暴君と呼ばれた男。実はこの二人、過去に対戦した経験を持つ。しかし、その時の中澤は格闘技を始めたばかり。キックボクシングのトップファイターに叶うはずはなかった。だが中澤はそこから格闘技に真正面から向き合った。キックボクシングはもとより総合格闘技にも挑戦。自らを象徴する折れない心のままに努力を重ね、一歩一歩確かな実力を身につけてきた。本当あの時は自分ただのその辺の見解だったんですけど、格闘技も全然知らずに、それを話題作りで組んでもらったんですよ。全然話にならないぐらい強かった。今回は自分の中でも挑戦する権利があるっていう自信はあります。東京都昭島市パーソナルトレーニングジムスマートにその男はいた。一度現役を退いてからおよそ8年、キックボクシング界の暴君と呼ばれ、特にホームリングであった MA キックでは無敵を誇った森田。そんな彼がもう一度だけリングに戻ろうと思った理由とは。体が動くうちにもう一試合ぐらいしてみてもいいかなっていうのは少し考えていて、自分パーソナルトレーニングジムをやってるんですけど、そこでやっぱり自分より世代の上の方たちが運動頑張ってて、それを見て自分ももっと頑張る姿とかを会員さんの見せれたなっていうのを思いました。昔みたいにがむしゃらに強くなりたいとか上を倒したいっていう気持ちはもうないんですけど、自分自身の挑戦っていう意味で頑張ってみたいなっていう。そしてもう一つは、再戦を強く願った中澤に対する拳での返礼。僕はもうリングから離れて、その間彼はずっと現役で頑張ってきて、彼も挑戦という気持ちで来てくれると思うんですけど、僕自身も挑戦という気持ちで、はい、全力で倒しに行こうと思ってます。倒すか倒されるか、もちろん倒しに行きます。判定は絶対ないと思います。やっぱり超えたい壁っていうのはあるんで、負けたまんまじゃ終われないんで。これは男としてのけじめ、そしてあの時超えられなかった森田への挑戦。中澤は全てをかけてリベンジに挑む。はっきり言って今回もう自分との戦いなんで、今回は自分のために戦う、挑戦する、これが課題なんで、壊される前に壊すって、もうそれだけなんですよね。カリスマのリベンジか、それとも暴君の返り討ちか。男と男の真剣勝負最終章。その壮絶な死闘の結末から目をそらすな。超人クラブ認定オーバー35エイジキック王者決定戦、65キログラム制約、3分3ラウンド、中澤達也 VS 森田明正。